マルコ・アリシャンドレ・サライバ・ダシウバは、ポルトガル・リスボン出身の元サッカー選手、サッカー指導者、ゲンフラム FC 監督、リスボンに生まれ、CF ・ベルネンセスで、プロサッカー選手として、デビューを果たす。15年間の選手人生のほとんどを2部、または3部リーグで過ごし、プリメーラリーガでプレーしたのはわずかにベルネンセスの1試合と、SC ・カンポマイオレンセ時代の1試合のみである。 2005年にエストリルに加入。2010から11シーズンまで同クラブでプレーして、現役を引退した。引退直後にシューバは、エストリルの監督に任命され、就任1年目で、セグンダリーが優勝を果たす。さらに、翌2012から13シーズンは、昇格1年目ながら、プリメーラリーが5位に導き、UEFA ヨーロッパリーグ2013から14の、 予選出場系を獲得した。続く2013から14シーズン、UEFAL にて、プレーオフを突破して、グループステージ出場を果たし、リーガでは、クラブ史上最高となる4位で終えて、UEFA ヨーロッパリーグ2014から15には、グループステージから参戦することになった。2014年5月21日、AS。 モナコに引き抜かれたレオナルド・ジャルディムの公認として4年契約で、スポルティング CP の監督に就任する。イスラムスリマに、ジョアン・マリオ、田中ンやらを指導した。2014から15シーズンは、プリメーラ3位で終えたが、ダッサデポルドガルで優勝し、2007から08シーズン以来となるタイトル獲得を果たした。しかし、わずか1シーズンで退任。 2015年7月8日、シューバは、ビトール・ペレーラの公認として2年契約で、オリンピアコス FC 監督に就任する。2015から16シーズンは、UEFA チャンピオンズリーグ2015から16、グループリーグにて、アウェーのアーセナル FC 戦にて2から3で勝利する、バンクルワセを演じたほか、キリシャスーパーリーグでも開幕から17連勝と、2000年以降の、 欧州主要リーグにおける歴代最長となる開幕連勝記録を樹立し、2016年2月28日にリーグ史上最速で優勝を決めた。シーズン終了後、個人的な理由で退任する。2017年1月5日、マイク・フィーランの後任として、シーズン終了までの契約で、ハルシティ AFC 監督に就任。就任当時、プレミアリーグ再開だった上に、 主力だったロバート・スノット・グラスとジェイク・リバモアが引き抜かれるなど逆境に置かれていたが勝ち点を積み重ねて終盤まで残留争いを演じた最終的に降格が決定してしまったものの自身の評価は高まることとなった5月25日正式に退任が決定した2017年5月27日 ワトホード FC の監督に就任した。2018年5月31日、エバートン FC の監督に就任した。しかし、同じリバプールに本拠地を置く、リバプール FC との差を埋めることはできず、2018から19シーズンは8位で終了。翌2019から20シーズンも、アンドレ・ゴメスの重傷やアレックス・イオビア、 モイーズ・キーンらの新加入選手の不調などで波に乗れず、2019年12月4日のリバプール FC とのマージーサイドダービーでは2から5の大敗を起死し、翌5日に解任された。2021年7月1日、a FC ボーオンマス監督に就任したスコット・パーカーの後任としてフラム FC 監督に就任。2023から24シーズンまでの3年契約を結んだ。 ありがとうございます。